異常ですが、本当のことです。これで質問を終わります。被告に休憩は？結構です。この子羊を切り刻む。ウォルシュさん、あのパニック発作は嘘をつくことへの罪悪感からですか？いいえ、ストレスによるものです。当時のことを思うと。処罰を免れるために私に不利な証言をしたんですか？証言はつきものです。取引には偽証もつきものですか？嘘じゃありません。責めてません。ゲイに刑務所は辛いでしょう。異議あり、無関係な偏見です。私はバイセクシャルで、ゲイを恥ずかしめるつもりはありません。3番が深いかも。続けてください。なぜ自分が実習生に選ばれたと？ゲイの強制施設を閉鎖させるという論文が決めたで。それは架空の施設ですよね。昔も今も存在しません。だから僕を選んだ。嘘つきだから利用価値があると思って。いいえ、この嘘に気づいたのは先週。ずっとあなたは善人だと思っていました。異議あり、不当な攻撃です。認めます。あなたは最近夫に嘘をついていませんか？関係ない。もっと具体的に言えば、夫は知っていますか？善人だと演出するために結婚したことを。異議あり、無関係です。彼に近づいたのは担当していた裁判で使う情報を手に入れるためだったのでは？そしてそれ以来彼を利用し続けているのでは？ほらね、これが本性だ。私はただ真実を明らかにしたいだけです。僕は完璧な人間じゃないが、確かにあなたほどひどいやつじゃない。では今日偽証したのは私が嫌いだからですか？反対尋問は終わりです。二人ともいいですね。これより休廷。今度暴言を吐けば法廷侮辱罪に問います。